上里駅は山口県山口市を郡新町5丁目にある西日本旅客鉄道山口線の駅である。上里駅駅構内の様子増田方面に向かって左側に単式ホーム一面一線を有する地上駅。マスダ寄りに駅舎があるが無人駅となっている。駅舎内に自動券売機設置。2006年12月便所がバリアフリー対応となった。 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。国道9号と沢原の川に挟まれた場所にあり、国道9号に面した駅前広場がある。中国自動車道合理インターチェンジ及び国道9号と県道28号合理三住線の交差する新町交差点に近く道路交通の要衝になっている。駅裏は沢原の川が流れ、人家等はほとんどない。 国道の北側は、未来町、光が丘、ベルコリーナ山口といったニュータウン開発が行われている。小郡インターチェンジに近いことから、いくつかのロードサイド店が並ぶ。傍聴交通山口市内線の停車する、上里駅前バス停がもより、新山口駅方面及び湯田温泉、山口、宮野、二歩方面のバスが発着する。駅出口を左に曲がって、 約4分の新町バス停からは、湯の口、大田中央、東、萩、中歩道方面へのバスが発着する。ありがとうございます。